そうですね、まあ、今回は若手が多いメンバーですけど、まあ、やっぱり結果にこだわってやりますし、タイトルが取れてない大会なので、ここ最近、タイトルを取ること、そこが、すべてだと思っているので、勝ちにこだわるところ、タイトルを取るところ、そこに注目してほしいですね。2連勝については非常に満足してますし、まあ、ただその中で、改善するところ、修正するところっていうのはあると思うので、まあ、そういったところはやっぱり次の韓国戦のところで修正しないと、まだタイトル取ったわけじゃないので、しっかりと韓国を倒して、タイトル取りたいです。若い選手が多かったり、まあ、経験のある選手っていうのがそんなに多くない中、やってますので、まあ、そういったところは声をかけたり、試合の戦術のところの確認だったり、そういったところは中心になってやってます。やっぱり J リーグで優勝した時が一番ですかね。そうですね、優勝したあの瞬間は忘れられないですかね。